ここからはムーンサタ占いのコーナー、見た時がタイミングのコーナーです。見た時がタイミングのコーナーになってしまっている占いのコーナーです。はい、よいしょ。この間天秤座の満月でしたね。はい、皆様いかがお過ごしだったでしょうかね。まあ天秤座っていうとね、そんな話しましたっけ。してないですよね。天秤座の満月の話はね。はい。天秤座の満月でございました。まあ、天秤座なので、どちらかというと公平、公明、盛大とか、割とこう、平等とかね。でも、バランスっていう意味もあるので、こう、バランスを整えていくような意味もありますしね。でも、満月ですので、なんか手放しとかね、言ったら、満願とかね。まあ、いろいろそういうこう、意味合いもありますので、まあその辺をこうね、バランスをとっていくのにちょうどいい時期なのかなという気もしますけれども、だから3月の20日の日に春分があって、で満月があってっていう感じなので、なんとなくもうしっかりと2024年になったかなというふうに思います。でも天気が悪い、天気が悪いとしんどいですね、斉田さん。天気が悪いと、やっぱりね、ちょっとこう、気持ちもめいります。うんね、で、やっぱりなんか、あんまり気にはしてなかったんですけど、昨日か一昨日、昨日か、晴れた時に、なんかすごい、ああ、いいお天気と思って、やっぱり青空、太陽、すごい大事やなというふうに思いました。なので、結構こう、雨に降られたりとかね、してる時に、気づかないうちに気持ちがめいったり、体が弱ったり免疫が下がったりみたいなことが結構ありますので、まあこればっかりお天気なのでね、私たちでどうにかできるものではないですけど、ちょっと今日はお天気良さそうやなと思ったらね、意識して外に出てみたりとかいうのも大事なのかなという気がいたします。で、今日とあるね、占い師さんと話をしていたんですが、今年はね、なんかね、お金の動きだけが鈍いそうです。ほう、そういえばそんな気しません？そうやな。なんかいろいろ案件とか、人と人とのこうつながりであったりとか、人脈であったりとか、いろんなことはバーって動くのに、お金だけが動かない人が多いなっていう印象。自分もそうやし、周りもそうやし、で自分だけがお金がないわけじゃなくて、周りも結構なんかこう経済的に動いてない方が結構多いんですよね。ちょっと原因はよくわからないですけれども、はい。なのでちょっとこう、お金はあるけどね、あるけど別になんかその、なんていうかな、効率よくというか、なんかこう、有意義に使えてないとかね、なんかそんなこともあったりとかするのかなっていう気がします。で、それはまあ、どういう、どうなんでしょうね、意味合いがあるのかなっていうのは、ちょっとわからないですけど、夏ぐらいからちょっと良くなりそうな気はするんですけれどもね、なんか今だからそういう意味ではちょっと我慢の時みたいな人も結構多いのかなという気がしております。はい。皆様いかがでしょうか。まあ、できるだけね、こう、経済を動かしていくっていう意識して経済を動かしていくっていうのは、別にそれ、借金してまでお金使う必要はないんですけどね。その自分の使える範囲で、で、その、自分のためだけに使うんじゃなくて、できるだけその貢献であったり、人が喜ぶような形でお金を使っていくっていう、その循環させていくっていうことが、まあエネルギーが動いていくっていうことでとても大切になってきますので、ぜひ、この春はね、なんかいい意味でお金を使う。で、循環させる。で、いろいろと貢献するっていうのをちょっとイメージして見ていただけるといいのかなという気が今しました。今しました。ということで、久しぶりに、今週は金運を。はい、いいですね。あなたへのお金さんからのメッセージ。はい、あなたへのお金さんからのメッセージ。なるほど、お金さんからのメッセージでいきましょう。4択です。また香りも出しますので、はい、はい、ね、
お金からのメッセージね、いいですね。どんどん受け取っていこう。なんか結構みんなキューキュー言ってるよね、うん、何なんだろうね。私もキューキュー言っちゃう。ないと思ったらあると思いましょうとか言うけど、うん、ないもんないもんね、ないもんないもんなと思うんです、うん、では、A、はい、オレンジ。 A はオレンジ、はい、B、ジンジャー。ジンジャーいいですね。 C、うん、おバジル。バジル料理できそう、はい、昨日セッションした人これ同じの出たけどな。うわすごい。 D レモン。レモンなんか全部お料理できそう。そうやな、分かりやすい、うん、今日は、うん、はい。お金さんからのメッセージ A オレンジ、 B ジンジャー、 C バジル、 D レモン、はい、すごいね。ああそういうことね、なるほど。はい。でね、これまあそのメッセージ受け取ったりするとね、このオイル持っとくとね、まだちょっと、うん、こう時々キュッキュッて香ったりすると、 その時のこう潜在意識とかエネルギーとかがまた蘇ってくるのでね、うん、いいんですよ。はい、では行きましょう。大体皆さん出ましたでしょうか。あ、今書いてくれてますね、はい、はい、では、行きましょうかね。まずは A の方、はい、の、お金さんからのメッセージ受け取っていきましょう。みかこちゃんと岩本先生です。はい、チャーリーシンさんもそうですね、はい、ですね。あ、 A の人はね、うん、お金さんからはね、私を生み出すことをしてくださいっていうメッセージです。なので、何でしょうね、人によりますけど、これは自分の得意分野でお金を生み出していくってことがすごく大事になってきます。なので、まあ、もちろんそれが労働収入でもいいですし、うん、例えば岩本先生みたいにね、ああいう、芸術的な部分で自分の得意分野でお金を生み出すっていうのでもいいですし、うん、普通に労働収入でもいいんですよ。普通になんか時給いくらのとこで働くとかでもいいんですけど、己の行動でお金を生み出していくっていう風な意識を持ってくださいっていう感じなんですよね。だから自分が動くことによってお金って生まれていくんだなっていう意識、うん、を持ってほしいっていうふうにお金さんが言ってはるので、ぜひ A を選んでいただいた方は、もう自分が動けばお金が生まれるみたいな感じの意識で、過ごされると、すごくお金の循環で、その豊かさみたいなものもどんどん生まれていきますよっていう感じなので、ぜひ A の方はね、どんどんお金を生み出していっていただきたいなというふうに思います。なんとか伝わりましたか？はい、はいはい、ね、生み出すって言ってますけどね、うん、誰もすれって言ってるわけじゃないですからね、はい、あなたが行動することによってそういう経済お金っていうものは生まれていくんだよっていう意識をぜひ A の方は持ってくださいというような感じのメッセージです。なのでしっかり行動するっていうのが A の方は大事になってきますね、うん、では B の方いきましょう。ありましたよ、はい、あとダハマさんですね、うん、馬車馬のごとくって書いてますよね、うん、でまあ、楽しい方がいいですよね、うんうん、そのなんか苦しく動くよりかは楽しく動くっていうのが大事なので、同じ動くエネルギーだったとしても、辛くて苦しいっていう思いで動くというよりかは、楽しくてワクワクしながら動くっていうのでもお金は生み出せますよっていう、そこの なんかこう必死になって動かなあかんっていうのは、なんかそういうこうなんていうか刷り込みみたいなものはちょっとこれは外していっていただくのがいいのかなっていう気がいたします。はい、はい、では B いきましょう。お待たせしました、はい、ジンジャーです。サイザさんもね、はい、うん、あ、 B の人はね、うん、人と人とがつながることによってお金が生まれますっていう感じなんですよ、うん、 はい、なのでお金持ちとつながってください。あ、どこにいるんですか？それは探さなあかん。あ、それはそれを探す努力はしなあかんと思う、うん、うん、
だから例えばそういうお金持ちがいそうな集まりに行くとかね、うん、お金を持ってそうな人の話を聞くとかね、うん、やっぱりそういう風な、自分の能動的な動きっていうのは大事だと思いますね、はい、うん、でお金を持ってる方、うん、自分はお金持ってるって思ってる人は、そういうさえざわさんみたいにお金持ちを探してる人とつながってください、うん、ああ、まあ、なるほどね。そういうことね。だから、そのつながるっていうのがすごく大事なんですよ。はいはい、だから、お互い探し合う。うん、だから、お金を持ってる人っていうのは、サイザーさんのようにお金を使うことに長けてる人。うん、必要以上にですけどね。いやいや、もう長けてますよ。有効活用してますよね。まあまあ、まあ、そういう、有効にお金を使ってくれる人、うん、っていう人とつながることによって、あなたのお金が喜びますっていう感じなんですよ。うん、ただ単に美味しいもの食べるとか、はいはい、ただ単になんかこういい車買うとかっていうことではなくて、やっぱりそのあなたが持ってる資金力みたいなものをいかにこう世の中の貢献に、使っていくかっていうことをやってくれる人、まあ別にサイザーさんとは言いませんけど、うん、そういう人とつながるっていうのがお互いにウィンウィンみたいなね、はい、なので、はい、B を選んでいただいた方は自分はお金持ちやなと思うのであれば、うん、そういうのを使ってくれるっていう人とつながる、うん、あ、僕のコンサルしてる会社の中のいい人はめっちゃお金持ちです。わ、その人とさらにつながります、はいはい、ぜひつながってください。いろいろ使っていただきましょう、ね、でサイザーさんもそういう人とつながっていく、うん、だからサイザーさんもそのダーハマさんみたいな、ねうん、人もそうやし、もっと普通にお金持ってそうな人とつながるっていう動きをする、うんはい、でそれはアンテナをやっぱり張っていくっていうのは大事だと思います、うん、それいやらしい意味じゃなくてね、うん、うん、なのでそういう人とちゃんとつながって、その人のお金をいかにこう有効に使うかっていうことをこう、だからそれこそコンサルみたいなことですよね、していくっていうのが B の方はすごく有効になってきますという感じです。では B いきま、D いっちゃ C いきましょう、はい、C です。 C はモーリーですね、うん、C はね、なんて言ったらいいんやろ、難しいな、ちょっと待ってね、もうちょっと分かりやすい言葉で教えてほしい。ああ難しいな、なんか重鎮になってくださいって言われたんですけど、なんて言ったらいいんかな、C の人はね、なんかね、その生き様みたいなものがお金に変わるっていう感じなんですよ、うん、なんてそのなんか本でも出すかなんかね、その生き様がお金に変わるっていうことなので、今まで生きてきたその人生の中にヒントがありますっていう感じなんですよね、うん、なので、その今まで自分が生きてきた人生の中でそのお金の学びっていうのを皆さんそれぞれ何かしらしてると思うんですよね。でそれがそれをもう一回思い出してほしいって言ってお金が言ってます。うん、なんかその今までの生き様の中でのそのお金っていうものに対する今までのヒントとか今までの結果とかなんかそういうものに対してもう一回目を向けてくださいっていう感じですね。だから先を見る未来を見るっていうことも大事なんですけど、C の方はね、今までの生き様、自分が今までどういうふうにお金と関わってきたかっていうことをもう一回ちゃんと目を向けて、なんていうかな、これから先の人生の中で使っていくお金っていうものがどういうものなのか、そしてお金ってどういうものなのかっていうのをもう一回再認識するところから始めてくださいっていう感じのメッセージですね。うん、なんかはい、そんな感じです。 D の方は今までのその自分の生き様の中でのお金の価値、お金のどういう位置づけだったかみたいなものをこうもう一度見直すことをしてほしいっていうふうにお金さんは言っております。はい、では D いきましょう。はい、クライさんですねと、うん、KC さんです。うん、ラッキーちゃんも D ですね。うん、D はね、うん、
今まで今のままでいいみたいほんまかいやそんなあるんかな。ちょっと待って、レモンはちょっとあの香りがあれやから。うん、ああ楽しく使ってくださいって。うん、うん、なんかあの D の人はそんなになんかこう今プラスアルファ何かあの大きく動かすっていうことはないんですけど、あのお金を使うときにね楽しく使ってほしいっていうことなんですよね。なんかこうまあ例えば家賃払うとかなんかそういうローンを払うとかってなんかちょっともやっとして払ったりすることもあるじゃないですか。でもそうじゃないと、そのお金を払うことによって絶対楽しいプラスなことがあるはずやから、やっぱりそのお金に対して今まで通りありがとうっていう気持ちと、楽しい気持ちでぜひ私たちを使ってくださいっていう感じですね。なんかあんまりその大幅に何かこう動かすっていうことは別に、D の方に関してはない感じはします。今まで通りで、まあ、楽しく使うっていうのがポイントです。お金使うときに楽しく使う、うんうん、っていうのがポイントです。だからルンルンで家賃払ってください、うん、ルンルンでローンを払ってください。でもその家賃を払うことによって、あこの家にまだあと1ヶ月住めるみたいな感じ、はいね、このローンを払うことによって、あこんな車が買えたのは このローンのおかげだみたいな、ありがとうみたいな気持ちでお金を払うと、すごくなんかお金さんが喜ぶというか、うん、なんかそんな感じですね。D の方は、はい、なので今まで通りでいいんですけれども、できるだけ喜んで楽しんでお金を使ってくださいというような感じのメッセージでした。なるほど、はい。なんかね今日はね、この占いに関してはね、ちょっと今これカード見えてるかな、画面ね見えてるかなと思うんですけど、 A、C、D がトップノートって言って、うん、一番軽い上の香りなんですよ、うん、でこの D もミドルノートって言って真ん中の香りなんですよ、うん、だから根っこの部分のその重たいオイルは全然出てないので、うん、割とどっちかっていうとこう潜在意識というよりかは顕在意識、うん、でもっとこう宇宙とつながって軽い楽しい気持ちでみたいな感じのメッセージなので、うん、お金さんのエネルギーっていうのはそんなに重たいものではないので、うん、できるだけもっと難しく考えずに、うん、うまく軽く楽しく関わってくださいねっていうのが全体のメッセージとしてあるのかなっていう気がいたしました。はい、はい、なのであんまりそのお金ないのってついつい思い悩んじゃって暗い気持ちになったりすることもありますけれども、あまりそんな思い詰めなくても大丈夫ですよというような感じのメッセージもいただきましたので、はいはい、ぜひ参考にできるとか参考にしてみてください。では、はい、1週間占いですね、うん、今日は生まれ月やね、月でね、はい、はい、行きましょう。はい、1月からいきますからね、はい、皆さん何月生まれですかね。よいしょ。はい、では1月生まれからいきますね。では1月生まれさん、はい、はい、1月生まれさんは、うん、今週はね、トライアル&エラーです。はい。失敗するようなことがあっても何度も挑戦してくださいっていう感じですし、その挑戦はこの先無駄にはなりませんという感じなので、うん、ぜひ今週はチャレンジ精神でいろいろやってみる、今までやったことないようなことにでもどんどんチャレンジしていくっていうような一週間にしてみてください。はい。ラッキーフードは、ほうれん草。ほう。では、2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかすごい波風が立つ感じがするんですよ、うん、なんか今までせっかく平和にやってきたのに、うん、なんでここでそんないらんこと言うて波風立てんのみたいな人がもしかしたら周りに現れるかもしれません。でもその人はその波風を立てることによって、見て見ぬふりしようとしていた問題を言ったらこう
顕在化させてくれるというかね、うん、そういう役割の人なので、その波風を立てる人に対して何か問題を感じるんではなくて、そのあらわになってきた問題に対してどう解決していくかっていうふうに視点を変えると、すごく物事がうまくまとまりますし、今まで、見て見ぬふりしててなんかほったらかしにしてたことがちゃんと解決したりするので、うん、あえてそういう波風立ててくれる人が現れたら、それはちょっと感謝して受け入れて、ちゃんと解決の方向に向けて動いていきましょうというような感じのメッセージです。ラッキーフードは、うんうん、トマトケチャップ。おでは3月までいきましょう。先週のラッキーフードの肉まん、さっき滑り込みで食べました。はい、3月生まれさん。うん。あ、3月生まれさんはね、今週、もし、どうかな、この土日、ああ、いいですね。この土日でね、もしね、自分のね、故郷がある方は、その故郷の桜を見に行くとか、うん、なんかそういうのが良さそう。もうまだ咲いてへんかな、どうかな、なんかそういうね、故郷に帰るっていう、元につながる、元とつながるみたいなのがすごく今週3月生まれさん重要になってきますので、うん、まあ、近い等やると思うのでね、そんな簡単に帰られへんようなところが故郷の方もいらっしゃるとは思いますけれども、もし、故郷遠いなっていう人は写真でもいいです。うん。うん、なんかその、昔の写真でもいいし、ネットで調べる写真でもいいので、ぜひ故郷に思いを馳せるっていうのをね、3月生まれさん今週されるとすごくいいかなというふうに思います、うん、でさほど故郷から離れてないわっていうことは言う方は、ご両親であったりとかね、うん、おじいちゃんおばあちゃんであったりとかね、そういう自分のつながる元のことに思いを馳せるというかね、なんかそういうのがすごく、3月生まれさんは今週はラッキーな感じがいたします、はい、ラッキーフードは鶏皮。おでは4月までいきましょう。はい、あらしだよ。はい、はあ、はあははあ、うーん、4月生まれさん、はあ、4月生まれさんはね、今週ね、ね、なんかね、なんて言ったらいいんやろうな、テーマは、うん、明確にしていくっていうことなんですよ、うん、だから今まで、こうあやふやにしてたこととか、うん、なんかこうのらりくらりしてたこととか、うん、なんかそういうことが明確化されていきますよっていう感じなんですよね、うん、なのでいいことも嫌なことも明確化していきますので、うん、その辺をしっかりと受け止めるっていうことをしてくださいっていうことと、明確になるということは問題が解決していくということなので、うん、しっかりと明確、いろんなことを明確にして、そのあやふやなことであったりとか、なんかこうなあなあになってしまってたこととか、うん、そういうものをきっちりと明確化していきましょうとい う解決していきましょうというような感じの1週間になりそうです、はい、ラッキーフードはカレー。おー、カレーですか。そして5月生まれさんいきましょう。はい、自分の聞いたさっさとどうか行くんやから、うん、5月生まれさんはああ5月生まれさんはね、今週はね、初心に帰るです、今あなたがやろうとしていること、なりたいこと、やっていること、それを始めたきっかけは何でしたかみたいなことを聞かれてますね、ちょっとこ う慣れてしまったりとか、なんかこう自分の中でね、もうなんていうかな、ええ加減になってしまってることありませんかみたいなことですね。お仕事に関してもね、慣れた頃がね、一番気を引き締めなくちゃいけないみたいなことも言われますけれども、なんか5月生まれの人はね、今週はちょっとこう自分の初心を思い出す、今やってることを始めた時のことをちょっと思い出すっていうことをされると、すごくなんかいい方向に、いろんなことが動いていきますよというような感じのメッセージです。ラッキーフードはアーモンドチョコレート。では6月生まれいきます。うん、うん、6月生まれさんはね、今週ね、結構なんか褒められることが多そうですね。
でその時に、ぜひ謙遜せずに、その褒めてくれてる言葉をね、心の底から受け止める、自分を肯定していくっていうことをしてくださいという感じです。褒められた時にね、まあ、日本人はいやいやそんなことないですよって結構謙遜される方多いですけれども、ありがとうございますっていうことでね、褒めていただいた時には素直に自分自身のその肯定感を上げていく、受け入れるっていうことをしてくださいというような感じのメッセージです。特にね、なんかね、容姿の部分とかね、見た目ね、見た目の部分とか結構褒められることが多そうな、感じがいたします。6月生まれさんね、今週ね、ちょっと女性性が上がってきそうな感じもしますので、ぜひそういうなんか褒められた時には素直に受け取る一週間にしてみてください。ラッキーフードは、グミ。では7月生まれさんいきましょう。7月生まれさんはね、今週はね、もう一人で頑張らない週にしてください。できるだけ自分では無理やなと思うようなことも、自分一人でできそうなことでも、人にお願いするっていうのが今週はとても良さそうです。それによってね、なんかこう人と人とのつながりであったりとか、感謝する気持ちであったりとか、相手にこう、喜ばれたりするようなこともありそうなので、7月生まれさんはね、今週はね、一人で頑張らない、人に頼るっていう一週間にしてください。ラッキーフードはおしんこ、はい、おしんこですね、はい、お漬物のね、はい、では8月生まれです。8月生まれさん今週ね、良くも悪くもリセットされるようなことが起こりそうな感じです。もしリセットが起こったならば、それは縁がなかったものだというふうに認識されるのが一番良いかなというふうに思います。もし人間関係がね、切れてしまったりとか、あとなんか、やる気満々になってた仕事がポシャったりとかね。なんか、人には時々そういうことが起こりますよね。で、そういう時は、それに、残念な気持ちになるっていうのはすごく理解できるんですけれども、そうではなくて、宇宙がね、それじゃないよという感じで、指し示してくれてるという感じがしますので、もし何かこう、リセットだったり、を思ったようにうまくいかなかったりするようなことは、一旦、そこからは離れる、それは手放すっていうのがすごく8月生まれさんは今週は重要になりそうな感じがしますので、あまりそこのなんかうまくいかないことに固執しない一週間にしてください。ラッキーフードはよもぎ、よもぎ餅とかでもいいと思います。なんかそういうのお菓子ね、よもぎ大福とか、そうなんでいいと思います。なかなかよもぎ単体で食べないと思うんで、よもぎ、はい、よもぎ蒸しとかもいいですね。はい、ぜひしてみてください。でもあれ食べへんもんな。できれば食べてもらえると嬉しいなと思うので、よもぎ大福とか、そんなんがいいかもしれませんね。はい、では続いて、7、8、9月生まれさん。9月生まれさんはね、今週はね、ちょっと能動的に変化を起こしていきましょうっていうような感じの一週間になりそうです。そうだなー、何を変え、髪型変えるとかね、メイク変えるとか、あとカバンを変える。服装を変える、靴を変える、なんか持ち物の中で何か一つ自分のね、まあ、髪型なんかはあれですけど、自分の身の回りのものになってきますけど、なんかね、自分の身の回りのもの何か一つ変えてください。何かこう、くたくたになっているのに、いつまでも使ってるものないですか？はい。そういうものをね、ちょっと新しく新調すると、すごく、運気が上がりますっていう感じなので、なんかちょっと髪の毛伸びてきてんねんけど、なかなか美容院行けてないとかね、なんかカバンがもう、なんかヨレヨレになってきてんのに、いつまでも使ってしまってるとかね、なんかそういうものを一つ、今週できれば新調されると、すごくエネルギーが上がりますという感じなので、それがちょっとエネルギー吸っちゃってる感じがしますね。なので、9月生まれの方は、何かこう、新しく、
ちょっとエネルギーが下がってるものがあるよね。なんかちょっとヨレッとなってるものね、新しく買い替えてみてください。髪型変えれません。変えれるものでいいですよ。なんかね、してみてください。でもなんか靴とかカバンとか、なんかそういうキーホルダーとかね、なんか何でもいいです。例えばイヤホンとかでもいいですしね。なんかあ、これなんかずっと使っててもうだいぶちょっとあかんくなってきてるなと思って使い続けてしまっているもの、もしあれば、はい、一週間の間に変えられるとすごく運気上がりますよ、というような感じのメッセージです。ラッキーフードはパイナップル。789、10月生まれさん。おー、10月生まれさん、今週は、これはちょっと人選ぶので、できる人だけでいいです。そういうのやってる人がもしいたら、今週すごくね、山登りがいいですね。なんかね、もし山登り無理やったら高台に上がる、展望台に行くとかね。なんかちょっと高いところから見るっていうのがすごいなんか、10月生まれさん、今週すごい良さそうですね。なんかマンションの高いところでもいいと思います。ちょっと見晴らしがいいとこね。なんかこう、遠くまで見晴らせる場所。別にそんなめちゃめちゃ山登りが好きな人は山登ってもいいと思うんですけど、なんかね、すごいこう、見晴らしのいいところに上がってこうね、見晴らす。なんか、それによってね、すごくこう、自分のことを俯瞰したりとか、いろんなものを俯瞰するっていうことが、潜在意識に入る感じがしますね。なので、10月生まれの方ね、今週ちょっと高いところからいろんなものをこう、眺める、見晴らしのいいとこから、景色を見てくださいっていう感じ。山登りが良さそう。あとね、天の橋立てみたいなとことか、なんかああいう感じのイメージがすごい入ってきますね。でもまあそんなとこ行くの無理やわっていう方はそのビルのちょっと高いところから、いろんなものを見るっていうのでもいいと思います。まあありますからね、そういうのもね。なのでちょっと10月生まれさんは高いところに登っていろんなものを見晴らすっていうね、それによってすごい潜在意識にいろんなものを俯瞰してみるっていうのが入りますので、はい、それも潜在意識に入るだけなので自分ではあんまりよくわからないと思いますけど、その能力が後々すごく重要になってきますっていう感じなので、この1週間でちょっとそこ行けるといいなーなんていうふうに思います。どうなんでしょうね、高さももちろんそうなんですけど、見晴らすっていうのが大事なんですよね。その下を、下とかずっと遠くまで、遠くまでをこう見晴らすっていうのがすごく大事ですね。だからすごいビル街で周りビルだらけで15階上がっても前ビルみたいなのはあまり良くないと思います。はい、なのでこうちょっとこう景色がね、ぐーっと見れるような場所がすごくいいのかなという気がいたします。はい、10月生まれさんね、ぜひやってみてください。11月生まれさんいきましょう。11月生まれさん、今週めっちゃ守られてます。なんか知らんけど。すごいな。なんかね、すごいな。なんかめっちゃ守られてますね。なので、割と何でもチャレンジできますね。なんかね、私失敗しないので、みたいなね、あるでしょ？大門みちこさんね。の、感じです。なんか守られてるので失敗しないです、今週。なので、どんどんチャレンジしましょう、みたいな感じですね。なんか、なんていうのかな。すごいな。今週11月生まれさん、めちゃめちゃ守られてます。いいね。なんかチャレンジして自分を磨くというよりかは、なんていうのかな。自分のやりたかったことどんどんやってみるとどんどんうまくいきますみたいな感じなんですよね。11月生まれさん。今週すごいラッキーですね。なので、どんどんやりたいことをやるっていうのが、テーマになってきます。で、今週に限り失敗しません。なので今週のこの強運をね、ぜひ11月生まれさん利用してほしいなというふうに思います。私失敗しないのでって思っといてください。11月生まれさんね、今週ね。ラッキーフードは、これ、
あーこれでも食べれへん人もいるよね、馬刺し。では12月生まれいきましょう。あ、12月生まれさんは今週はねちょっとのんびり過ごしてほしいな。あほんでね、なんやろう、なんかねクラシック音楽を大音量で聞くみたいな、なんかそんな感じ。あのね、ポップスじゃないのよね、なんか、うん、なんかあのちょっと大きめの音でクラシックとか聞くとなんかお家の中が浄化される感じ。私この間これ全ミカさんになんか言われたから、なんかやっぱそういうのあるんかな。今は12月生まれの人ね、12月生まれの人ですけど、なんかうん、なんかほんまオペラとかなんかクラシックとか、あのちょっと大音量でお家の中で聞くとなんかすごくこうその場が浄化されてエネルギー上がるみたいなので、今週中ねになんかどっかのタイミングでなんかちょっと昼間とかね、あんまりその苦情にならないような時間帯にちょっと大きめの音でクラシックねかけてみはると12月生まれ良さそうな感じがしますね。はいね、馬刺しお店が限られるかもってことですね本当に。神戸の海が見えます三宮の献血ルーム、ああいいんじゃないですか、いいと思います。ぜひねそれあチラッと見て、あ見えるわとかじゃなくて、なんかこう見晴らしてください。もう献血終わった後多分ドリンク飲み放題やと思うのでドリンク飲んだりねお菓子食べたりしながらその三宮の海をねこうずっと見晴らすっていう時間をなんか取ってもらうとすごいいいと思いますよ。はい、明日行く予定なんですね。あ、いいですねタイミング、さすが岩本先生、いいと思います。ぜひそこで見晴らしちゃってください。はいはい、ということで12月生まれの方はね、のんびりゆっくりしましょう。ほんで、オペラもしくはクラシック音楽をちょっと爆音でかけるっていうのがいいかなというふうに思います。ラッキーフードはヤングコーン、時々出てくるねヤングコーンという感じでございました。はいね、終わったらドリンク飲み放題、そうなんですよね、いいですよね、私も大好きなんです献血ルームね、時々しか行きませんけれどもぜひ行ってください。斉田さん終わりますよ。はい、ということで今週はね、ちょっと割と濃いめの、今日はちょっと濃いめのメッセージが出ましたね。これどうなんでしょうね、私いつもメッセージするときってこうチャネリングって言ってね、宇宙にチャンネル合わすんですけど、多分その時によってちょっと合ってるチャンネルが違うと思うんですよね。なんか優しいこと言ったりする人もいれば、なんか体のことばっかり言うてくる人もいるし、なんかその時のね、エネルギーによってね、結構なんかいろんな、チャンネルがこう、合うんですよね。だから、今日はどの辺に合ってるのか、私はあんまりその辺はわからないんです。詳しい人は詳しいですけど、アンドロメダとかいろんなことね、言わはりますけど、あんまりそういうのはわかんないんですけど、まあ、どこかしらにチャンネルを合わせて、やってるなっていう感じがしております。サエザーさんが来ません。どうしましょうかね。そしたらね、ちょっと待ってね。ちょっと曲をかけて、サイザーさんを叩き起こして、ギグ的トップ10に行きたいと思います。CM を流そうかな。はい。CM を流して、ちょっとこの後ね、ギグ的トップ10に行きたいと思います。ちょっと YouTube のためにちゃんと言っとこう。以上、占いのコーナーでした。